10月27日日曜日を皮切りに、市内の各地区コミュニティセンターで公民館祭り文化祭が開催されます。各地区とも芸術の秋、食欲の秋にふさわしい趣向を凝らしたさまざまな催しを企画しています。ぜひお近くのコミュニティセンターに足を運んで、思い思いの秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。今週は上高津貝塚ふるさと歴史の広場で開催中の第22回企画展の模様をお送りします。10月19日から上高津貝塚ふるさと歴史の広場で第22回企画展日立の玉作りを開催しています。この企画展では日立の玉作りを中心に関東の玉作り遺跡から出土した資料などを展示・紹介しています。また保存修復を終えた重要文化財武者塚古墳出土品も同時公開しています。日立の玉作りをテーマに、土浦市の指定文化財である烏山遺跡、八幡脇遺跡出土の玉作り資料を中心に展示をしています。今回の、玉というのは勾玉や管玉のことでして、装飾品として、使われていたものになります。この玉作りは、当時ですね、専門的な技術を持った職人さんによって作られていたもので、この工房というのが土浦市で多数見つかっています。特に日立の特徴というのはですね、久慈川で採れる、メノウというオレンジ色の石なんですけれども、このメノウを使って勾玉を作っていたということが大きな点になります。これは古墳時代前期のお話なんですけれども、メノウの勾玉の工房跡としては日本最古となっています。日立以外に特に武蔵、埼玉ですね、その地域では同じ時期に水晶という透明な石を使って勾玉を作ってまして、またその同じ時期にですね、玉作り工房で作られて完成品となって、供給されている古墳、当時権威のある人たちが、勾玉や管玉を身につけていましたので、古墳から見つかっている完成した玉類も展示してますので見応えがあると思います。今回の展示では当館で所蔵しております重要文化財武者塚古墳出土品につきましても、保存修復が終わりまして同時公開をしております。資料ごとに形に合った保存台も作成しましたので、とても見応えあるものとなっております。合わせて開催される記念行事についても伺いました。記念講演会でして、お二方をお呼びしています。一つは東日本全体の、玉作りの概要が分かるようなお話と、それから日立、特に土浦全体での、霞ヶ浦一帯での古墳時代の様子をお話ししていただけると思いますので、貴重な講演が聞けると思います。またですね、武者塚古墳の石室公開というイベントもございますので、現地集合になりますが、ぜひ足を運んでいただければと思っております。この企画展は12月8日日曜日まで開催しています。ぜひご来場ください。続いては土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり、番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、午後01さんからの土フォトです。今回は上野の国立科学博物館で撮影したそうです。恐竜博2019に行ってきました。たくさんの恐竜を見ることができましたが、ティラノサウルスの迫力が一番すごかった、もうびっくりというコメントをいただきました。
午後0時3、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は水戸ホーリーホック土浦市招待デー、土浦ユネスコ協会バザーと絵画展、土浦菊祭り菊花品評大会、ウォーキング大会のお知らせです。はじめに水戸ホーリーホック土浦市招待デーのお知らせです。11月10日日曜日午後2時からケーズ電機スタジアム水戸で開催する愛媛 FC 戦のメインサイド席に無料招待します。土浦市民であることを証明する免許証や学生証などをお持ちの上、当日会場内の土浦市チケット引き換えブースに直接お越しください。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。次は土浦ユネスコ協会からバザーと絵画展のお知らせです。ユネスコ運動支援バザーは11月23日土曜日と24日日曜日、川口ショッピングモール505で開催します。なおバザー用品の受付は11月15日から21日まで各地区公民館で実施します。絵で伝えよう私の街の宝物絵画展は10月30日水曜日から11月10日日曜日まで市役所本庁舎2階の展示スペースで開催します。市内の小中学生の作品100点が展示されます。ぜひご来場ください。いずれも詳しくは土浦ユネスコ協会事務局までお問い合わせください。続いて土浦菊祭り菊花品評大会のお知らせです。11月1日金曜日から15日金曜日まで騎乗公園で開催します。丹精込めて作った菊の花々が大輪の花を咲かせています。ぜひご来場ください。詳しくは土浦市観光協会までお問い合わせください。最後はウォーキング大会のお知らせです。11月30日土曜日午前10時から新張地区公民館を集合場所にウォーキング大会を開催します。コースは新張地区公民館から運動公園までで、距離はおおむね 4km ほどです。定員は先着順で100人、飲み物、保険証などをお持ちください。お申し込み、お問い合わせは健康増進課までお願いします。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるか分かりますか？答えはこちら。
次はウォッチング土浦です。今週は2019図書館フェスの模様をお送りします。10月5日と6日の2日間、市立図書館で2019図書館フェスが開催されました。図書館の魅力をより多くの人に知ってもらい、誰もが楽しめるイベントを目標に、さまざまな催しが行われました。みんな、どこから来たのかな。サルはバナナを隠すところを探しています。この名前ね、ちょっと難しいんだけどね、セバスチャンっていうの。取材にお邪魔した10月5日は、リサイクルブックマーケットとして図書館で不要となった雑誌などを無償で譲っていました。図書館がこちらに移転したことをまずご存知ない方もいらっしゃいますし、あといつもご利用いただいている方にはますます図書館を身近に、で本を好きになっていただくということで企画いたしました。今年はですね、本屋さんと古本屋さんと図書館がどうやって土浦駅前を本で盛り立てていくか、にぎわいを作るかというトークショーってところがちょっと去年と違うところですね。本について、このエリアのことについて話してもらおうというのは、それ以外やっぱりこういう古書の文化、活字の文化というのは残しておかなきゃいけないなというのはありましたね。近代のことでやってきたことで、自分で書店をオープンさせるってなった時に個人財産がない70万円くらいのところから始まってるので、大きい書店というのは開けなかった。こちらのアルカスに図書館が入ったというのが、駅前のにぎわい創出ということが土浦市としての大きな意図もありましたので、できれば図書館という施設を生かして、もっと人に駅前に来ていただくようなことという取り組みをこれからも続けていきたいと思っています。献血ご協力のお願いです。11月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション。わずか40分の献血で救われる命があります。皆さんぜひご協力ください。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー萩原がお送りしました。掴んだ風船よ、幼い日の鮮やかな青空へ、夕焼け染まる頃、帰り道急いで緑色の絨毯